皆様に支えられて25周年。大日エレベーター、それは大日本プロレスの歴史を旅する不思議なエレベーター。今回はどんな歴史が僕を待っているのだろう。僕を待っていたのはミスターデンジャー松永光弘さん。松永さんにとってデスマッチとは？もうデスマッチはね、もう自分のプロレス人生そのものですね。もう固くなにそれだけやってきました。もちろんピラニアサボテンは結構ね、今の選手がね経験してないデスマッチやってますからね。はい、もう固くなにそれだけのこと思って、もう引退して11年ですけど固くなに復活もしてません。大日本プロレスが25周年を迎えたのですが、はい、まあ、それは本当に嬉しいですね。今でもその団体があるというのは嬉しいです、はい、来年の3月にも25周年記念大会があるのですが、そこで松永さんのデスマッチを何か見せていただけませんか？現役を引退してますから試合をすることはできませんけど、あの自分自身の、ね、デスマッチのアイデアを提供することはできます。あと会場にも当日行かせていただきます。真より善より大きくなれ。大日本プロレス25周年メモリアル、スターダストスーパースターズ、乞うご期待。